島ユナイテッド FC。 鹿児島をもっと一つに。鹿児島ユナイテッド FC の応援コーナースポーツプラス鹿児島ユナイテッド FC、 鹿児島をもっと一つに。歌ってる歌ってる、皆さん聞こえないかもしれませんけれども、今日もね賑やかになりそうですよ。今日のゲストは鹿児島ユナイテッド FC からこちらのお二人です。こんばんは、背番号21番ゴールキーパーの武田大です。よろしくお願いします。結構ラジオを聞いてるそうで。はい、いつも朝は FM です。練習後も FM です。素晴らしい。夜も FM です。ですよね。です。一日中 FM を聞いてますよね。はい、前畑さん聞いてますよ。喜ぶかもですかね。うん、もうね朝カフェもね聞いてくれて、今日はあの取材に行ったら牧噛んでたそうなんてね言われましたけど、はい、すいません。もう本当に FM を聞いていただいて、一回ねメッセージくれたもんね、スポーツプラスにもね。はい、一回鹿児島に帰ってきた時たまたまやってたんで、うん、ちょっとここは一発挨拶しようかなと思って。嬉しかった。はい、その時たまたまね、うん、ユナイテッドのコーナーじゃなかったんでねスルーされました。あ、いや読んだ読んだよ。あんた、あの選手ですって言ってみんな分かったかな、水をねこぼされた選手っていうことでね。あ、ちょっともう次の選手行きましょう。さあ次の方は最近なんか大人の女性から非常に人気があるというこの方です。こんばんは、背番号27番富永真嗣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トミーです。こんばんは。富永選手は、はい、なぜそんなに大人の女性から人気があるんですか？人気あるっていうのは自分じゃ分かんないですけど。自覚あるでしょ。まあありますね。はい、あるかい。ちょっと下心あったし。あるかい。ナイスナイス。はい、なんかね、前々回のシホームゲームとかでバチをこう作ってくださってたんですよ、はい、ある団体の方が、はい、そこにね1枚富永選手は最近大人の女性から人気があるらしいっていうのがあって、はい、あ、そうなんだ。そうなんですね、うん、甘いからじゃないですか、マスクとか。あ、声とかもいいじゃないですか。声も甘いよね。マジですかみたいな。いや、お前アゴって言ってた。アゴしか出てない。そうか、だからだと思うんですけどね。普段見ててどうですか、富永選手やっぱ人気ありそう？あのなんか、うん、後輩とかにも優しいんで、やっぱ後輩はやっぱそれで何ていうんですか、トミさんみたいに言っていくし、でトミさんも来るものを拒まないっていうか、拒まないんだ。なんか本当にみんなに優しく接してくれるんで、うん、でそういうのもあったし、あったともトミさんとか、うん、サポーターの人にありがとうございましたとか言ってるじゃないですか。確かに確かに。そういうの見ちゃうとやっぱね、僕も見習わないといけないなって声がちっちゃくなってきてると思ってます。なるほどね、はい、あの一回ロッカールームのコーナーで後輩から神様なんて呼ばれてましたけど、はい、トイレのですよね。そう、はい、磨いてるんでしょ。神様神様です。神様です、はい、トミーなり神様ですからね。そうです、みんなの願いを叶える神様です。そうそう、何でも叶えてくれるらしい。ですですです、はい、うん、なんか一個お願いしたら。どうしよう、アゴは削れないよ。あ、もうダメでした。もうダメでした。はい、潰されました。もうじゃあいいです、神様。取っときます、次まで。今そうね、はい、そんな今日お二人ですけれども、まずはホームゲーム、その前にですね、先週のアウェーゲームのお話からいこうかなと思うんですけれども、先週は JFL ファーストステージ第6節ホンダロック戦2対0で勝利いたしました。絶好調やないですか。そうです ね、はいね、あ、はい、あ、今出てたでしょ、はい、いや一瞬全然まあ山田選手の2得点だったそうで、はい、バースデーゴールですよ。ですね、ですよね、うん、持ってますね。山田選手も持ってるよね。持ってます ね、でも言ってみる PK ですからね。俺が蹴ってもよかったんですよ、あんな厳しいねって話になるけど、でも2点目ちゃんと取っちゃうからね。何も言えないっすよ。すごいよね、はい、そうそう。さて2人はその試合出てたわけですけれども、試合振り返っていかがですか、じゃあ富永選手から。そうですね、あの前半は相手がホームということで、うん、まあ、ちょっとその勢いに押される場面もあったんですけど、はい、そこをしっかり、まあ、台を中心に無失点で切り抜けたっていうのが後半、まあ、2点取って勝つことにつながったんで、しっかり後ろがゼロで
我慢できたっていうのは次につながるいい試合だったかなと思います。そうですよね、はい、まあ、監督も毎回試合で言うのはディフェンスラインのね、やっぱりすごい強い守備頑張ってくれてるからなんて言葉必ず出てきますけれども、このまま無失点っていうのは大きいですよね。そうですね、やっぱ失点しなければ負けってのはないんで、うん、で失点しない中でしっかり前が点取ってくれてるんで、はい、すごいチームとしてはいい流れにはなってる。そうですよね、はい、武田選手、はい、ゼロ点で抑えましたけど、はい、いかがでしたか試合。風も強くて、うん、なんかちょっとあったかいのか寒いのかよく分かんなくて、うん、いろいろ難しかったですけど、まあ、それで相手のホームっていうのもあってやっぱ立ち上がりは苦戦したんですけど、まあ、結果は 2-0 で勝ったんで、うん、まあ、結果オーライなのかっていう感じですね。そうですね、はい、雨も降ってたから難しかったんじゃないですか。うん、なんかもうね全部風、雨、うん、暑い、寒いとかね、うん、全部体験したんでもう大丈夫です。お腹いっぱいです。やっぱり雨とか降ってると呼吸とか球を取るときとか結構つるっていっちゃったりするの？ああ、ありますよ。まあ僕以外にももうフィールドの選手もトラップとか嫌だと思いますし、難しいんじゃないですかね。ね、はい、まあ、環境ってありますからね。はい、さあそんな2対0で勝利いたしまして、もうほんと絶好調の鹿児島ユナイテッド FC ですが、今週末はホームゲームです。 JFL ファーストステージ第7節バンナーレ八戸戦、鹿児島県立サッカーラグビー場で13時キックオフです。こちらはどんな試合に富永選手したいですか。そうですね、またホームに戻ってきての試合なので、うん、このいい流れを止めないようにしっかりチーム一丸となって勝ちに行きたいと思います。そうですね、はい、いい流れですからね、はい、やはり流れってすごい大事ですもんね。そうですね、うん、さてそして武田選手、相手八戸には去年までユナイテッドにいた中筋選手が今絶好調で活躍してますけれども、はい、ここら辺の対策ってどうですか。まあ去年もチームで結構点取ってましたし、うん、やっぱ競り合いとか強いんで、まあ、そういう長所を出させないように、うん、どうにか頑張りたいなと思ってます。そうですね、はい、ぜひいい形でまたこのホームゲームを盛り上げていただきたいと思いますが、今本当この1年間のホームゲームで3万人プロジェクトということで、サポーターの皆さんもすごく動いてらっしゃいますので、ぜひね皆さんこの鹿児島ユナイテッド FC の試合に多くの方に来ていただきたいなと思います。3万人達成しなければいけないんですよね。そうですね、今ちょっとまだ足りてない状態なんで、皆さんに足を運んでいただいて、みんなと一緒に勝ちたいと思います。そうですね、はい、まあ、平均でいうと1試合2000人以上ということなので、ぜひ皆さん一度見に来ると絶対ハマると思います。今週末の試合ホームゲームぜひ見に来てください。では1曲お届けしましょう。ラジオネームリリーさんからいただきましたリクエストをお答えしたいと思います。リリーさん熱いメッセージを送ってくれてるので、この後ですね曲挟んでロッカールーム後にご紹介したいと思います。